美容整形の匠ドクター神フォー。美容整形界の神たちが月別に MC を担当。気になる美容整形の実情を徹底解説します。よろしくお願いします。今回はですね、レーザー脱毛を僕も開業した時20年以上前からやってて、多分先生もやってますよね。値段が結構高いじゃないですか。今めっちゃ値上がってません？レーザー脱毛機械が高いですよね。めっちゃ高いんですよ。まあいろんな理由があるけど高くて、でも一方エステは安い。エステは安いけどあんま効果なくて、医療は高いとこまで届くから効果はあるけどでも効きたいと。痛みとかに関しては脱毛ごときでなんで痛いねっていうのは、実はずっと研究をしていて、で部屋に脱毛器もあって、それでいつもこう脱毛しながら一番頑張ったのは除毛クリームですね。やってからやったら痛くないかなと、もういっぱい試したんですけど、で結局それでもダメで、結論痛くないのを作るな。これは友達が作ってくれた。それでこれは何が違うかっていうと、一番は冷却だったんですよ。思いっきり冷やしたら針刺して痛くないじゃないですか。この冷却機能が半端ない。すごい冷やしまくる。プラス今度は光脱毛は効果がないって言われてた。しかも僕も言ってました。ただ予熱感の登場で概念がちょっと変わってきてですね、光のくせに光発パワーをめちゃくちゃ短くして、ピークパワーを上げるっていう技術はこれ世界的にできてきたんですよ。だからすごく冷たくしながら、光だけどものすごくピークパワーが高くて、それであとはそれが最新のテクノロジーでめちゃくちゃ早く終わると。結果値段が安い。ああ、そうなんです。時間効率がいいからですね。そうなんです、はい。やっぱり皆さんも僕もそうですけど、ヒゲ脱毛とか死ぬほど痛いんですよね。でこれヒゲ脱毛痛くないんです、冷やすから。ただこういう機械もいろんな安いもの、エステって100万円とかものすごい安い脱毛機があって、お客さんに100万ローンを置きましたらそれも機械が買えるみたいな、そういうものもあるんですよ。エステの脱毛は昔はダメだったんですけど、やっぱ時代が進化で、ただこれはもう医療機になっちゃったんです。メーカーと一緒です。このレベルはもうエステでは無理だという効果があるものを素早く安くできるものということで、今回はオリジナルでプラズマ脱毛というブランドを作ってもらって、ただ今後2、3とやっぱりもっといいものは改良型は作っていくと思います。自由なパレスを例えばこの辺ちょっとちっちゃいのを作るとか、自由にこうメーカーさんが作ってくれるっていうので、そういうものを作る。表面積が早いけど、細かいところ、細かいところ、だからうちの表面積の現状でいうと細かいところは従来のやつでやって、全身はこれでやってみたいに最初使い分けようかなと思って、実際には火傷を起こすぐらいまでの効果があるから医療ではダメになってるんですけど、本当はエステでもできるようにしたいです。なんとなくエステティシャンでもできる。その辺が僕法律問題ちょっとわからないですけど、今日は絶対に安全なものを作ればっていうもの、まあこれはでも看護師が設置するにしても、最近もありましたけど火傷を起こさないっていうものを作るっていうのはこのメーカーの使命だと思うので、そういうものを、ということで、どれだけ全身脱毛が早く終わるかっていうことを今からちょっと実際と思います。よろしくお願いします。はい、これでももう一慣れでいい。そうです、一慣れで、もしくはもう一回このぐらいでいいと思います。はい、これ何十まで行けるんですか？大体26ぐらいですか？充電車の時は26ぐらいで充電車の時は、はい、おひげの体験で、はい、あ、おひげの体験、あ、そうか、はい、それだと僕も体験したい。はい、ひげ、ひげちょっと入ってきて、ちょっとだけ入ってきて、ちょっとしんどい、うん、痛くない、すごいね、
これで終わり、終わりです。いいですよ、昔のあの涙を流してた時代から大きいかね、これ終わりですね。これでお金取るすごいです。美容整形をもっと知りたいと思ったそこのあなた、高評価とチャンネル登録よろしくお願いします。